はい、こんにちは。今日は中国の情勢についてお伝えしてまいります。最近ですね、習近平政権による中国軍の粛清、特にロケット軍の汚職疑惑ということが報道されております。ただ今回のこのニュースはですね、ロケット軍などの汚職疑惑ということの他に、ロケット軍内部などの反習近平政権勢力を習近平政権が取り締まった動きであった可能性が考えられます。ことの経緯をご説明してまいります。まずはですね、ニュースを読んでまいります。習近平氏による中国軍粛清、背景にミサイル欠陥、アメリカ情報機関が分析。中国の習近平国家主席による徹底的な軍粛清の背景には、腐敗の広がりが習指導部による軍近代化の取り組みを損ない、戦争する能力に疑問が生じたことがあったとアメリカ情報機関の分析が示した。この分析について詳しい複数の関係者が明らかにした。これら関係者が匿名を条件に語ったところによれば、人民解放軍ロケット軍内部および国防産業全体の腐敗は非常に広範囲に及んでおり、習主席が向こう数年間に大規模な軍事行動を検討する可能性は、そうした問題がなかった場合と比較すると低いとアメリカ当局者は考えている。アメリカの情報は汚職の影響の例をいくつか挙げている。燃料ではなく水を詰めたミサイルや効果的な発射を可能とするようには蓋が機能しない中国西部のミサイル倉庫などだ。アメリカは人民解放軍、特にロケット軍内部の腐敗がその能力全体に対する信頼を失墜させ、習主席が掲げる近代化の最優先課題の一部を後退させたと分析している。過去6ヶ月間の腐敗捜査では軍高官十数人が対象となり、軍への取り締まりとしては現代中国において史上最大とみられている。このように報道されております。この報道の中で注目されますのは、アメリカの情報機関がですね、汚職の影響の例としてミサイルに燃料ではなく水を詰めたりですとか、そうしたことをしてですね、ロケット軍の能力全体に対する信頼が失墜し、戦争する能力に疑問が生じたと報告されている点です。これはですね、台湾有事が懸念される中、そうした中国軍による台湾への武力侵攻などをする能力が低下した可能性、またはそうしたことが現状難しくなった可能性を示唆していると考えられます。ではなぜですね、ロケット軍内部で今回報道されているような汚職疑惑、またはロケット軍の能力を低下させるようなですね、そうしたことが報道されるようになったのか、その経緯をですね、ご説明してまいります。中国軍でロケット軍と言いますと、核ミサイルなどを運用する中国軍の中でも非常に重要な中核的存在と言っていいと思います。ロケット軍の異変というものが報道されたのは昨年からでありまして、ロケット軍司令官を務めた魏鳳華元国防相も2023年3月の退任後、動静が途絶えていると報道されております。ロケット軍内で汚職や機密漏洩など深刻な問題が生じているとの観測が出ていると報道されておりました。そしてロケット軍司令官だった李玉長氏は2023年6月27日に会議中に突然連行され、7月末に司令職を解任されたと報道されております。その後イギリス紙フィナンシャルタイムズ電子版は2023年9月14日複数のアメリカ政府関係者の話として、李尚福氏が国防相を解任され調査を受けていると報じました。李氏はですね、宇宙の軍事利用を担う戦略支援部隊の副司令官を務めて習近平国家主席に抜擢され、2023年3月に国防相に就任していました。他方ですね、2023年9月25日、次のようなニュースが報道されておりました。これは以前もご紹介したことがありますが、内容を振り返ってまいりますと、習近平政権とそれに対抗する抵抗勢力約1000人という報道でありました。これはですね、アメリカが2022年10月下旬、中国軍で核ミサイルなどを運用するロケット軍の機密報告書を公開したというニュースがありました。この250ページを超える報告書には、台湾と日本、アメリカなどを標的とする中国の全ミサイル基地の住所と座標軸、緯度、経度、部隊組織図、指揮官の名前、配備されたミサイルの種類、
秘密基地まで明記されていたとされます。習主席はアメリカに機密情報を渡したものを探すようにと最側近の一人蔡奇政治局常務委員らに極秘捜査を命令したと報道されております。そして元国防省の魏氏とロケット軍幹部が疑われたとされます。元国防省の魏氏は初代ロケット軍司令官です。ロケット軍司令官でありました李玉長氏にはアメリカ留学中の息子に情報漏洩疑惑が浮上していたと報道されております。そして昨年7月に解任されたと報道されております前外相であった秦氏は対米政策の司令塔でありましたがアメリカが機密情報を入手したと思われる時期に中米中国大使でありましてロケット軍司令官の李玉長氏のアメリカに留学していた息子とも関係があったとされます。ロケット軍幹部らと戦略支援部隊らはもし習近平政権が台湾侵攻を決行すれば中国軍は壊滅状態になり共産党政権は崩壊するという危機感から習政権への抵抗感を強め約1000人規模の抵抗勢力が集まっていたということが習氏の最側近の一人蔡奇政治局常務委員の捜査により判明したと一部報道されております。ここでですね話がつながってくるように見えます。つまり昨年10月解任されたと見られる李尚福前国防相は戦略支援部隊の副司令官であったと報道されております。そしてロケット軍部隊は習近平政権の台湾侵攻を決行する可能性への懸念を強めていたと報道されております。この戦略支援部隊とロケット軍内部の反習近平政権の動きを結びつけていた背後に李尚福前国防相の存在が見え隠れするように思います。そしてですね現状中国軍で汚職への関与が疑われる高官らに対する調査が進んでいると報道されております。昨年12月29日には全人代で空軍やロケット軍の元司令官を含む9人の代表資格が取り消されました。全人代の代表資格を取り消されたのは鄭前空軍司令官ら計9人です。そのうち5人は戦略ミサイル部隊ロケット軍の関係者です。中国政府の内情に詳しい関係者によりますと今回処分された9人以外にも李尚福氏や前任の魏元国防相らが調査対象になっていると報道されております。ですので今回の件は報道されておりますような汚職疑惑ということも考えられますし報道されておりますような中国軍内部での習近平政権への不満の高まりつまりはある種の頭角運動が背景にあった可能性も考えられます。こうした中ですねさらに習近平政権に対して中国共産党内部からの不満が高まっている可能性があります。それはですね今問題となっております不動産バブルの問題に端を発する中国経済の低迷と関係してきます。中国のシャドーバンク中小企業集団が破産申請をしたというニュースがありましたが中国の多面的な経済危機の中で破綻するシャドーバンクは中小だけではなさそうだと見られています。中国のシャドーバンキングにはマイクロファイナンスや信用保証会社さらには質屋なども含まれまして3兆ドル約430兆円規模に発展しております。この中小のですね顧客は中国共産党幹部とつながりのある裕福な個人や企業と言われております。経済にこれ以上ダメージを与えることなく利害関係者の莫大な富を混乱させることなく状況をどう整理するのか中国政府は難しい課題と直面していると見られます。つまりシャドーバンキングに投資していた裕福な中国共産党エリートの間で習近平政権への不満が高まる可能性が考えられます。つまり現状習近平政権は中国軍内部や共産党エリートなどからの反発に直面している可能性が考えられます。こうした中習近平国家主席は次のような姿勢を示していると報道されております。習近平氏中国の汚職深刻で複雑反腐敗の徹底表明中国共産党は8日北京市内で腐敗や汚職の摘発を担う中央規律検査委員会の全体会議を開いた。習近平総書記は演説で中国国内の汚職について
依然として深刻で複雑だと危機感を示した。反腐敗闘争を徹底させていくと表明した。習指導部は2012年の発足当初から反腐敗運動を重視してきた。中国軍で核ミサイルを運用するロケット軍や金融業界、インフラやエネルギーを扱う国有企業などに根強く残る汚職が念頭にあるとみられる。習氏は汚職問題を生み出す土壌を明確に理解し、粘り強く努力し、反腐敗の長い闘争に断固として勝利しなければならないと強調した。贈賄に対する処罰を強化し、反腐敗に関する法規制をさらに改善させる必要性も主張した。このように報道されております。習近平国家主席は中国国内の汚職について深刻で複雑だと危機感を示し、反腐敗闘争を徹底させていくと表明しております。この反腐敗闘争というものの意味合いがですね、もしかしますと様々な報道から見えてきます。反習近平政権勢力への取り締まり強化ということにつながっていく可能性も考えられると思います。習近平政権は経済問題や中国軍内部の汚職などをめぐる問題でその足元が揺らいでいるように見えます。ありがとうございました。この YouTube のチャンネル、ネット大衆紙ブルーカラーへのチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。また YouTube にはサブチャンネルブルーカラーラジオもございますので、そちらも Twitter と合わせてご登録の方よろしくお願い申し上げます。ネット大衆紙ブルーカラーをご覧いただき誠にありがとうございます。皆様のおかげをもちまして、このチャンネルも多くの方々にご登録いただきました。誠にありがとうございます。今後ともよろしくお願い申し上げます。よろしければ関連動画などもご覧いただければ幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございました。